2016年4月の熊本地震で被災した熊本城。国指定重要文化財建造物すべてが被災し、再建・復元建造物20棟に被害。石垣においては全体の 10% が崩落するなど、地震の爪痕が深く残されていました。完全な復興は2038年3月末を目標としています。被災して落ち込んだ市民、しかしそれを励ましたのがお城の姿でした。被災後の飯田丸五階櫓、地震により石垣の大部分が崩落。しかし残された墨石だけで櫓を支えるその姿が、奇跡の一本石垣として知られることとなり、なお立ち続けるお城の姿は復興の象徴として熊本の人々を励ましました。現在櫓と石垣は解体され、復旧作業が進められています。大きな石を積み上げることで出来上がる石垣、その復旧には大きな課題がありました。全国のお城の修復を手掛ける石工さんです。もうこの使っている石の材料の数と数量とその高さにもうびっくりします。もう高さやったら2倍とか3倍ぐらいの、圧倒されます。難攻不落と呼ばれる熊本城の守りの要である石垣は、使われている石材の量が他の城と比較しても格段に多く使用されていたのです。さらに被災した熊本城の石垣は517面にも及び、面積にするとテニスコート90面分に及びます。しかし崩落した石材の元あった位置を示す資料は少なく、人の目視による照合が行われています。画面上でこの石の特徴、石の形ですね、輪郭と、それから苔の生えている位置であったりとか、あとは割れているところ、特徴的なものがあればそこを基準にして、ここだということで特定をしていきます。ほう、ここで難しい課題がありました。これまでに撮影されてきた熊本城石垣の写真、それらを集めても石垣の一部しか撮影していないものがあり、肝心な部分が写真に写っていない石垣が出てきたのです。広大な石垣の大部分の崩落、途方もない作業と思われた熊本城石垣の修復、そこに一筋の光を照らしたのは日本の印刷会社の技術と資料でした。凸版印刷が取り組んでいた文化財のデジタルアーカイブ事業、熊本城の江戸中期の姿を CG の技術を使って再現する VR 熊本城を、熊本城築城400年として2011年に制作していました。もともと印刷っていうのが、こうまあ情報っていうものをこうまあ正確に人々に伝えるっていう役割だったりとか、まあ、あるいはこう長くそういった情報を後世に残すための、まあ、技術みたいなところで、なりわいとしてきましたので、まあ、そういったところを、まあ、応用するときに、例えばこう色をマネジメント正確に伝えるための技術だったりとか、あとはまあ高精細に撮影をする、だったり、そういったデータをこう、まあ、うまく加工をして、こう扱う、まあ、そういったところのこう、まあ、いわゆる私たちは印刷テクノロジーって呼んでるんですけども、で熊本城をこう作るにあたっては、まあ、そういったもともとのこう文化財の姿を、まあ、丁寧にきっちりと撮影しようっていうところ、高精細に、まあ、丁寧に記録するっていう部分と、まあ、加えて、現存しない姿を再現するっていうところの、まあ、コンピュータグラフィックスの
技術というところをまあ応用して、VR の熊本城の作品は作りました。この制作にあたり熊本城を撮影、その写真なんと4万枚、まあ、熊本城の VR 作るにあたっての取材っていうのは結構長い期間をかけて実施をしたんですけれども、本当に石垣の積み方とかがしっかりと目に見えるように撮影をしようという撮影計画を立てて、その部分に関しては本当に石垣の石一つ一つがちゃんと目視できるような撮影の仕方で、多分こう観光客の方から見るとあの人一体何撮ってるんだろうというような、地面を撮ったりとか、こう植栽を撮ったりとか、もう溝ですね、そういったところを撮ったりっていうような、かなり何でしょう、網羅的にこう撮影するっていうことを、結構な期間をかけて実施をしました。丁寧に記録された膨大な数の写真、 VR 熊本城というテクノロジーを下支えしているのは丁寧な記録という地道な作業の積み重ねでした。石垣の写真、被災した石垣の修復にも活用されることになりました。熊本大学の持つ最先端の研究と組み合わせて崩落した石材の写真を凸版印刷の石垣の写真と照らし合わせ、元の位置を特定するという画像照合による石垣マッチング技術の研究がスタートしています。崩落している石をですね、撮影するんですけども、でかつその輪郭っていうものが抽出できるような技術っていうものをですね、その輪郭同士をこう、照合できるようなというところが、石垣マッチング技術の概要になります。この技術により崩落前の写真をもとに崩落した石垣から候補となる石を選別することが可能となり、石工職人の修復作業の効率化が図られると言われています。丁寧な記録がまた別の最先端技術へ活用されています。岸上さんは文化財を残すことの意義についてこう語ります。記録する行為自体が多分こうなんでこう先代の人たちがこの文化財を大切にこう受け継いできたんだろうっていうものを、考えるきっかけにもなると思うんですね。やっぱりいろいろとこう自分のこう街の中でこう、ある日突然亡くなったらこうなんかすごく困るものというか、日常を見ていた中でこうぽっかりとこう亡くなってしまうとすごい喪失感を得るものっていうのが実はあったりするのかなって思うんですね。で、多分熊本の人にとってみたら熊本城がそれまさにそれだったと思うんですけれども、なんでこれみんな大切にしてきたんだろうとか、なんでこれをこうみんなこう保存しようとか、なんかそう動いてるんだろうとか、なんかふとそういったことにこう思いを巡らせてみてもらうと、もしかしたら自分の街が好きになるきっかけになったりとか、なんかこう、街をこう散歩するときの楽しみが出てきたりとか、なんかそういうきっかけにもなるのかなと思うので、なんか自分がこう住んでる環境とか街とかを好きになってもらうきっかけになりうる存在として文化財というものがあるんだよなんてことをちょっと覚えておいてもらうと嬉しいなと思います。2019年の火災で焼失した首里城、沖縄県は2026年の首里城復興を目指しています。首里の町を愛し首里城を愛してきた男性がいます。地域のリーダーとしてみんなから慕われる石崎雅彦さん。2時半かな火災発生が。愛する首里城で火災が発生する様子を彼は7時間にわたって撮影し続けました。これは尋常じゃないなと、
何もできない自分のもどかしさも含めてね、せめて事実だけは残したい。早くどうしてほしいね。戦争で失われた首里城が1992年に復元された頃、首里の町は観光地としての整備がまだ行き届いてはいませんでした。石崎さんは声を上げました。まあ、モノレールも首里城もバリアフリーということで、うたい文句にはしておるんですが、果たして私どものその通りがどうなんだろうかということから、車椅子の子をですね、一緒に歩いてみたと。石崎さんは自らカメラを回し、首里城までの歩道をチェック。車椅子の方が自分の力で首里城まで行けるのか検証しました。石崎さんは撮影した画像を持って那覇市と交渉。石崎さんの熱い思いは実り、首里城周辺の街並みは見違えるように変わっていきました。あの狭かった歩道も今ではこの通り。首里で生まれ育った石崎さん、これまで地域のさまざまな行事で中心的な役割を担ってきました。首里城へ続く愛情うふ道といわれる通りで、琉球王朝時代、王の即位など重要な節目の時に行われていた首里の大綱引き愛情うんな、1898年以降100年余り途絶えていた大綱引きを2007年、石崎さんが中心となって復活させました。首里城を見ることによってですね、ああ先人はすごいなという思いが生まれてきたわけですね。一度首里城の15周年という一つの境にですね、愛情うふんなを復元してみようと。この時復活の原動力となったのが首里の人々の結束です。青年会やその OB たちなど地域の人々が石崎さんの呼びかけに応じました。本番当日、すごいあちこちにね、皆さんの本当に砂を寄せてくれた人、編んでくれた人、もうこの本当に気持ちが今この瞬間一つになりましたですね。愛情うんなの成功は、石崎さんにとって首里で生まれたというアイデンティティを強く認識する出来事となりました。石崎さんは自身が撮影した首里城火災の映像を県公文書館に寄贈しました。僕は100年前に遡って綱引きの資料とか、100年後あれを誰かが使うんであれば貴重になるんじゃないかなと。そういうことで、何かを知ろうとした時に、歴史をたどろうとした時に、たどる手立ての一つに置きたかったわけ。かつて石崎さんが100年前に愛情うんなを記録した資料を見つけて復活させたように、延べ12時間以上にわたって撮影し続けた記録を首里の歴史の一部として次の世代につないでいきたいと話します。一日も早く首里城の雄姿が戻ってくることを石崎さんをはじめ首里の人々は願っています。